五花殿は日本における日本刀の五大刀工流派のこと。両政国の山和国、山城国、備前国、相模国、美濃国を発祥とし、それぞれ山和殿、山城殿、備前殿、曹州殿、美濃殿という。これ以外の小さな流派は脇物といった。これらを系統づけたのは代々足利将軍家に仕えた都議士で、豊臣秀吉以後は、 刀の鑑定も務めた本網家であり、最終的に本網構村がまとめ上げた。確認できる五家殿の投稿数は、以前4000号、美野1269、大和1025、山城847、総集438であった。立師匠、12世紀、平安時代、重要文化財、東京国立博物館像大和伝殿は、 現在の奈良県に相当する大和国に発祥した流派である。奈良は古代日本の首都であった。天国という投稿が最初に刀の柄に目を切ったという伝説があることから、天国が創始者であり、最古の流派とされることもある。しかし資料で確認されている源流は、平安時代中期の行進である。奈良の大寺院の僧兵が身につけていた刀を鍛えていた。 大和殿は大きく分けて、千獣院派、尻がかり派、東馬派、手書き派、安政派の5つの流派で構成されている。それぞれの流派は、それぞれの寺院の監修の下で刀剣を作成していた。室町時代中期になると、美濃など各地に刀庫が移り住み、流派は消滅した。大和殿の刀剣に一般的に見られる特徴は、 輪ぞりで曲線が深く、身幅が狭く、しのぎが高く、切っ先が小さく、まさめ肌で、波紋は、自家人で、にえは中程度の大きさでである。装飾性をそぎ落としているものが多いことから、地味で力強い印象のある刀と評価されることが、多い。立三日月宗近三条金作、十世紀後半、平安時代、国宝、東京国立博物館像、 天下五権の一つ。山城殿は、現在の京都府に相当する山城国に発祥した流派である。794年に、関武天皇が京都に塔移すと、党魂が集まるようになった。その創始者は、平安時代の10世紀後半の三条宗地下である。山城殿は大きく分けて、三条派、綾野孝治派、淡田口派、ラ派などで構成されていた。 当初は、貴族の要求に応じて刀を鍛えることが多く、美意識が重視され実用性は重視されなかった。しかし、平安時代末期の源平合戦が起こると、実用性が重視され、美前伝から刀工が昇平された。鎌倉時代になると、武士の間では豪壮な雷派の太刀が流行した。その後、総集伝の丹造法も採用された。 山城殿の刀剣に見られる一般的な特徴は、細長く腰反りや輪反りで、刀身に潤いがあり、波紋は自家人で、荷枝が小さい。上品な印象のある刀として評価されることがさは、立刀長工作、13世紀、鎌倉時代、国宝、東京国立博物館像備前殿は、現在の岡山県に相当する、備前国に発祥した流派である。尾前は、 古来より良質な砂鉄の一大産地であった。平安時代中期の古備前派が発祥。備前伝は古備前派、福岡一文字派、吉岡はじめ文字派、長船派、旗田派などで構成されていた。鎌倉時代に書かれた刀剣書、明治によると、後鳥羽上皇が全国から招集した月番で作刀を担当する5番単や12名のうち、 備前伝の出身者は10名であった。鎌倉時代に始まった、オサフ派には次々と名刀工が誕生し、日本刀史上最大の流派へと発展していった。オサフ派の兼光と長吉は、日本一の刀工である、総集派の正宗の弟子の正宗獣鉄とされている。高品質の刀剣を受注生産する一方で、戦争が大規模化する室町時代からはしがるに、対応する。 お菓子刀や日民貿易で民に輸出する粗悪な刀剣を量産していた。これらの刀剣は、数打ち物やタバといった。微前伝は長らく最高の繁栄を誇っていたが、戦国時代の1590年に発生した吉川の大反乱でほぼ壊滅した。微前伝の刀剣に見られる一般的な特徴は、腰反りで、キメ肌が混じる、痛め肌で、波紋は、 定詞文など派手で、にえは、ほとんどなく、乱れ移りがある。派手で華やかな印象のある刀と評価されることが、多い。刀切れ人、貞宗、貞宗作、14世紀、鎌倉時代、重要文化財、東京国立博物館像総集流は、現在の神奈川県に相当する、相模国に発祥した流派である。相模国は、鎌倉時代に、 鎌倉幕府が置かれた日本の政治の中心地であった。13世紀末、鎌倉幕府が山城殿や備前殿の投稿を招き、投稿が集まるようになった。神道五国光は山城殿と備前殿の作闘技術を融合させて実験的な刀剣を作った。神道五国光に学んだ正宗は日本史上最高の投稿と評価されている。 彼ら総集伝の投稿たちは、現行の教訓からより強い刀剣を作るために、作刀法に革新を起こした。この単造方法は現在でも完全には解明されていないが、高温での加熱と急速な冷却が重要な要素の一つと考えられている。彼らの革新は他の流派にも影響を与え、最高品質の刀剣を作るようになったが、この技術は、 安土桃山時代までには失われてしまった。鎌倉幕府滅亡により衰退した。総集伝の刀剣に見られる一般的な特徴は、反りが浅く、身幅が広く、断面が薄く、痛め肌で、波紋は互いの目などで、煮えが大きい。刀孫五六剣元作、十六世紀、室町時代、東京国立博物館像美濃殿は、現在の岐阜県に相当する。 美ノ国を発祥とする流派である。美ノ国は関東と関西を結ぶ交通の要衝であり、有力な大名に囲まれていた。美ノ殿は鎌倉時代中期に総集殿を学んだ大和殿の陶工たちが美ノに集まったのが始まりである。美前殿が1590年の大洪水で壊滅した後、美ノは日本島の最大の産地となった。 五花伝の中で最も新しい流派であったため、内刀の生産率が高かった。美の伝の刀剣に見られる一般的な特徴は、しのぎがやや高く、重ねが薄く、正目肌が混じった炒め肌で、波紋は互いの目、煮えが弱く臭いである。ありがとうございます。